はい、吉谷さん、お金に興味がないですか？まあ大部分の人はそうですよね、お金に興味がないっていう人が多いと私も思います。お金にむちゃくちゃ興味がありますっていうのはね、聞いたことがないですね。どっちかっていうと、なんかね、どうやったらお金が稼げるんですかとかね、お金の稼ぎ方にちょっと関心がある方多いと思いますけども、お金そのものが大好きでしょうがないみたいな人は、あ、いたいた、古銭を集めてる人がいましたね。江戸時代の和道開放とかね、ああいうのを古銭を集めていて、わあ綺麗だなとか言ってコレクションしてる人がいて、その人からちょっと分けてもらったんですけども、確かにこれはなんか、なんすかね、文化を感じるとかね、その時代の歴史を感じるとか、実際使っていたコインなんで、この暗号通貨じゃないや、その昔のお金ね、銭形平次みたいなやつ、これどんな人が使ってたのかなとかね、相当使い込んでるなとか、これで美味しいもんでも食べたんだろうかとか、お小遣いであげたんだろうかとか、いろんな人の手を渡ったんだろうなみたいな思いを馳せるという意味では、その古銭にね、すごく興味がある部分はありますね。でアンティークコインっていうのも実際投資に使う場合もありますけども、コイン自体が大好きでコレクションしたいみたいな方もいらっしゃったりね、そういうのがあるんじゃないかなと。だからそういうふうな一部の方を除いては、ほとんどの方はお金に興味がないという表現はするでしょうし、まあないでしょうね、お金に興味は。だから素直な形だと思うんですよ。で私もそのお金に興味があるかって言ったら、そうです、あんまりないかなと。それは十分お金を得たんで、だんだん興味が薄れていったっていうことなんですけどね。でいろんなお金の稼ぎ方があるから、もうこれ以上お金の稼ぎ方をあれこれと細かく研究しようとも思わないかなってことなんですよね。でこれをね、例えて言うと、女優さんとかね、女性の方でものすごくこうダイエットとか太ってることを気にしてる方って、ずっとそれ気にしてると思うんですよ、ずっとね。でだん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 意識してるから、痩せていくとかね、食事を気をつけるとか、早く寝るとか、健康になるためにちょっとね、ウエイトトレーニングするとかっていうので、意識してるからこそ、そういう風になっていくのかなと思うんですよ。でお金のない方もどうやったらお金が生み出せるかなっていう風にずっと意識するとね、だんだんこう目についてくるんじゃないかなと思うんですよ。例えば無料でなんとかかんとかとか、こっちでは安くてこっちでは高いから差額で儲けられないかなとかね、稼ぐ方法とかっていうのに直球でいくこともあると思いますしね、だからそれを興味といえば興味なんですよね、きっとね。だからどちらかというと、常にお金に興味を持ったり、その仕組みに興味を持ったりとかしてると、まあ、いわゆるお金に興味を持ったりしてると稼ぎやすくはなってくるでしょうね。でお金に興味がありますって言ったら、じゃあこんな話どうですかっていうふうに、まあ、お金の歴史なり、お金の作り方とか、お金がどうやったら増えていくか、金利の話とかっていうのは、まあ、キティちゃん効果で寄ってくるんだろうなと思うんですよ。でもお金に興味がありませんっていうふうに表現した瞬間、美味しい話はその人のところに行かないような気がするんですよね、できれば少しでもお金の、ことで、深い話があったら教えてくださいとか、どんなことでもいいんで興味あるんで教えてくださいって言った方が集まりやすいかなと思いますね。ただ残念ながら、まあ、吉田さんが言われたようにお金に興味がないって言った方がかっこいいのかどうかっていうのは何とも言えないんですけども、まあ、人の意見聞いたことないんで私は、ただやっぱりこうお金に興味がありますって言った人にはお金に関する話っていうのが集まって選択肢が増えるのかなと思いますし、お金に興味ありませんって言うと、まあ、そういうところにわざわざね、お金ですよってから来ることはないのかなと思いますので、まあお金欲しいですとかね、お金に興味ありますって方がいいかなと思います。どっかのセミナーで私やったんですけどもね、会場に来た人に、皆さんの中でお金に興味がない人いますって言ったら誰も手を挙げなかったんですよ。稼ぎたい、絶対稼ぎたいって思う人いますって言ったらね、やっぱり手を挙げるわけですよね。じゃあここに1万円ありますけども、これが欲しい人って言ったら手が上がらなかったんですよね。いや、これが欲しい人って言ったらいらないんですか、じゃあ稼げないですよとどうやったらそれをもらえますかみたいに興味を持ってくれたらね、もしかしたらこうやったらお金を渡しますよって言ったかもしれないけども、これ欲しいですかって言って1万円札を見せた時に誰も手を挙げなかったら、もらっていけよみたいなことでね、押し売る人はいないですから。で私はだからそれをね、ああよかった、誰かが欲しいって手を挙げたらあげようと思ったのにってしまったんですよね。で、じゃあ欲しいですみたいなね、いやだったらじゃなくて、いつでも常にお金が欲しいと思ってないとこういうので見逃すでしょって、実際今見逃したじゃないですかっていうふうにね、ちょっとそういう心感を寒から締めるところからスタートしたセミナーもあったんですけどね、やっぱこう遠慮しちゃうんですかね、お金をもらうことに、で、あとはお金をくださいっていうことにも躊躇しちゃうんですかね。これはビジネスをしてて入金いらないですよっていうことはないと思うんで、やっぱり
もらうための段取りは踏んだ方がいいかなと思いますし、自分が何かね、商品を買ったりしたら当然お金払うもんなんで、1秒でも早く払った方がいいかなと思ったりするんですけどね。まあお金に興味がないっていうのはね、それは多くの方が言われると思うんで、多いんじゃないですかね、お金に興味がないっていうこと、本心とは別にかもしれないですけどね、表現としてお金に興味がありませんっていうふうに言ってくる方いると思います。ただそういう方でもお金のことばかり話している私は吉田さんの動画を見てるという現実ありますんで、もしかしたらお金には興味ないけど、いろんな話をするね、私とか吉田さんには興味があるのかもしれないなと思いますね。それだけでも非常にありがたいことだと思います。うん、まあ私もね、興味が何にあるかっていうと別に何にもないと言ってもいいですね。何かに興味がある、今カンフーですかね、カンフーに興味があるんで、今日もAmazon プライムでイップマンをね、いろいろと見て、今グランドマスターまで見てるところですけどね、やっぱ面白いですね。うん、いや面白いカンフーは、私はカンフーに興味があるんで、ぜひね誰か教えてください。カンフーアチョーアチョーなんて言ってないですよ誰もね、はあはあみたいな感じですよね、少林寺ですから。ちなみに少林寺って日本で生まれたらしいですね、少林寺拳法って。しかも最近1947年だったかな。で少林寺っていうのはまあ中国にあったらしいですけどね、少林寺と少林寺拳法は別っていうふうに覚えた方がいいのかな。少林拳法っていうのはあるらしいですけどね、でもね、少林寺拳法ではなくて、ややこしいですね。まあこれも誰か教えて、これいい感じでよろしくお願いします。少林寺拳法